き、対するは新進気鋭、超新星のごときひらめき、勇者を使う赤キックスでございます。まあ、ちょっと個人的な話ですけど、はい、まあ、スマブラが発売してちょうど2年経つぐらいじゃないですか、はい、うん、大体なんか X とか4とかもなんか最初はやっぱ今までの経験者たちが上位を占めてるんですけれど、はい、その2年このぐらいの時期になって、うん、その4ぐらいから、まあ、触ってたら言ったけど、うん、本格的にやり始めた人が順位を伸ばし始めるので、まあ、まさに赤キックさんがそのなんか先駆けになってるんじゃないかなって流れの変化が来てるのかもしれないですね、はい、さあ勇者とかつてねトップ8でこのファイターが関東で見られたことがあるでしょうかと見てまいりましょう。ステージ戦場です。まずは下投げリオリムと、まあ、ゼロスーツサムスっていうのはかなりこう守備力に自信のあるタイプのファイターですけども、はい、まあ、遠くにいるだけだとこのようにね強力無比なバフ、呪文によるバフを許してしまうということで、まあ、結構ゼロスーツサムスがもう頑張って前に出る必要がありそうですけど、次が決まればってところでしたけど、うん、しっかりとジャンプを温存して帰ってくるルートを選んでいた赤キック選手を見事、戦場でなければ青谷撃墜という展開でしたか。ですね。横強攻撃、ダウンを作ってその攻撃にメラメを打っていきますが、横強で手堅く反撃、この崖展開、下様ホールド回避を通すが、横必殺技を追い立てる着地狩り、ピオリム非常に強力、ジャンプをするだけでステージ内側が目指せてしまうが、読み合い内側を読んでいるような動きから間髪入れずに投げを入れる、敷居の攻め手が止まらない。この1戦目からその攻め手を選べるかというのはやっぱり構成的ですよね。ですね。さあじっくりしゃがんで空中攻撃に対してアンテナを張って横強攻撃を追い払って、ここでターンが切り替わります。空中ニュートラルから復帰としてピオリムを構えている、非常に怖いぞ。食べました、最強状態です。ギリギリ上強攻撃では撃墜せずという感じですが、バイキルと余ダメージが伸びていきます。この崖も一苦労、フリップジャンプがなければというところですね。ピオリム、まあ、あっという間にね、あの中距離から真下に潜り込む勇者だからこそなせる技ですね。なかなかその判断の良さもできないと、うん、そうコマンド選択がねもうバチクソ早いと、うん、やっぱゼロスーツサム戦において一番大事なピオリムをここまで相当安定して引き合ってますので、その速度がやっぱりつながってるかなっていう、はい、さあ着手狩りバギーで暴れて、で中央空中後ろを当てて復帰と展開、横ひとつだヨナズ暴れ、エラゾーン飛びすぎ、絵面が良すぎる。アイ画面で、ウィンドウを開き直すよりかは、まあ、呪文を唱えてもう一回ウィンドウを開いた方が普通に選択の姿は早いので、何か選んじゃった方がいいんですけどね。だからヨナズンをしっかり選ぶのが良かったですね。さすがですね。空中しろジャストシールドからダイオリ空中しろ見事、うまい、さあ行く空中しろ。勇者も技の出こそ鈍重ですが、かなりこうなんて言うんでしょう、領域は広いですよね、攻撃している領域は。そうですね、手の出るところは長いので、はい、まあ、先読み結構リスクとか勇気とかそこら辺もいろいろ必要なんですけれど、うん、まあ、しっかりと置ければゼロスーツサムスのリーチにも対抗できるところはあるって言っちゃう、うん、まあ当然スピードはゼロスーツサムス側に分があるので、うん、そこら辺を自由に選択できるのはゼロスーツサムス側って印象もありますが、はい、と上上から上必殺技つないで撃墜、つながりますね、確定しましたね。アップデートものともせずにプレイヤーの連動でカバーしてくる、開拓してきましたね。さあ魔法カンタを構えます。ライデイン中距離で相手の飛びに非常に強く突き刺さる風だ横び、うん、面白い判定、判定をうまく使ってステージ中を目指していく、前を詰めてライデイン着地、チラッとイオによる着地狩りから読み合い、横強ジャストシールドから掴みを狙うが回転を引いて、まさか、フリップジャンプから展開継続、メテオまで狙っていましたがしっかりとバギド戻ってくる、シールドを固める相手に強気の掴みで切り崩しにかかる、敷居の攻め手が止まらないぞ、奥側読み内側転がりでケア、ピオリムこれはでかいかも、勝負の時です。下スマッシュギリギリ、こうなってくるとうまい強攻撃、足が速い、
レギュラーも外れた後に距離を取り直そうじゃなくて相手の反応を見て下取った方がいいなっていう、その判断の良さ、前に詰めると、まあ、基本的にやっぱ攻撃外れたら基本的にはまあ防御から入るじゃないですか、隙がさらしているわけだから、そうですよね、まあ、安定取って後ろというのも、ピオリも唱えているし相手の反応が遅れたのかな、そういうのを見ては最適な判断を選ぶ、よかったですね、本当見事です。さあお互いターンファイター、タゲイマレナルレンドを見せているのでステージだけ変更ということで挑戦状に出てまいりました、まあ、天井低めのステージということで台を経由してダメージアップを狙いつつという感じでしょうか、ですかね、空中から上強攻撃、ゴリ空中はシールドからバギで反対の崖にやり返す、上スマッシュいきなり打ってきた、しっかりと内側転がり受け身でいけば火力が高い、空中前と結構今作のゼロスタンスでは空中ニュートラルでこうコンボをつないでいくイメージがあったんですけども、チキ選手かなり空中上に変えてきましたね、空上が一番捉えやすいっていうイメージかもしれないですね、空中グラップから横スマッシュ、これは横スマッシュで反撃、会心は出ず、ピオリ向きましたよ、攻撃上がり、メラミはジャンプでかわしてメラもシールドだが切りかかる、ピオリム遠隔にいる時もやっぱ受け身を読んでる、すかし投げ、あゼロスーサムシのその下スマッシュ当たる崖のターンをルーラで飛ばせるっていうのはかなりでかいですよ ね、 そうですね、うん、ルーラの最も強いところ、それは崖を捕まらなくても良いところと、うまい、しゃがんでジャンプを誘発させて体育クイン、うますぎる、ついにここで受け身読み成功、しっかりと確認して上下とザー打っていきました、これは決まって空中前空中上繋いで、なるほど、メラゾーンまで見えていたがなんとかゼロスサムスの暴れが通る、ここでスカシ投げに対してバギが通りましたね、そうですね、ちょっと読み合いが回ってきたか、まあ、勇者でやっぱ近接の発生が遅いところはどうしても割り切ってバギを打った方が展開もいいしリスク自体も少ないので、はい、見せた方が明らかに今後には繋がると思います、なかなかね、うますぎ、空上から回避を読んで空中に揃るフリップキック発生技通していきました、そこら辺はお箱って感じですね、ですね、スカシメラゾーンはシンプルに強いそんな選択肢です、あうまいな、空上の後ろ側を当てるのでそれ自体がスカシみたいなタクになってます、横強からタイミングずらしてやはりステージ内側からバギー、上からバギー暴れをケアするような空中しろ、ジャストシールドの応酬から着地狩りバギーは拒否していく、なかなかこのゲーム空対空からダメージ取ろうとすると難しいですからね、そうですね、コンボが取れるキャラも限られてきますし難度も高いと、全員近接拒否からタメルを装填、いやいいピオリム、イオナズの歌だね、空中前で追い払ってなるべくこの崖で有効に使わせずにタメルを消費したいところでしたが、ね、即座に自発装填、メラゾーマ着地狩り、空打で打って前調整してるのが全部ピタリって感じですね、いや拒否しなきゃいけない選択肢がね多すぎるんですよね対勇者っていうのはほったらかしにしておくとバグかけられまくって、うん、そうなんか最強の勇者がもっとダメになってるみたいなね感じですからね、だからまあ強化状態とかね、はい、あの自分が激戦のところでもしっかりと前に詰めて攻めるか様子にするかっていう誘発するかとかいろいろ選ばなきゃいけないんですけれど、はい、そこら辺にああいうのを混ぜられるとちょっと難しいですよね、考えるの、さあ最も技が多いファイターと桜井さんに紹介されたこの勇者、伊達ではない手札の多さです、バギと上スマッシュが相打ちだが状況的に武器を押し付けていけるのは勇者側、ここはクーグラから中期の復帰阻止仕掛けていく、あわやという展開でしたが当たれば帰ってきましたね、空中グラップにジャストシールドから手堅く弱で反撃、昔投げから後ろ投げで大上ダウンを選択して空上空上
ですね、回避読んで、ターン継続反対の崖でやりきるのかこの男この男にアップデートは全く影響がない。素晴らしいですね。もう本当になんかスマブラ SP 実況人生通してこんなにスマブラ4みたいって完璧なタイミングで言える瞬間があるとは思いませんでした、うん、ジストック先生式ジャンプ上空上上必殺で狙っていくか外側変更に対してしっかり冷静に押し置きしたサマッシュ。ただその前 の, あの相手が浮いたときに、はい、まあ、下に地上に距離取られてもジャンプで逃げられても取れるような位置取りでジャンプ要素にしたってのもかなり上手かったですね、うん、さあゼロスーツサマシといえばね、前投げでダウン展開を作ってそこから優位にことを進めようみたいなイメージがありましたが、このステージでは後ろ投げも牙を剥くというなかなか面白い開拓を見せています。クーマ一段からクーマ一段復帰はバギマ全員を切らせるが密着状況ではないぞ。下投げからフリップジャンプ、しっかり振り展開を拒否。しゃがみの切りどころがいいですね。しっかりと待たない待ってターンを取り返すところで我慢が強いですね、うん、高木さんは、はい、ダッシュ攻撃着地がりダッシュ攻撃崖展開。あ、次はルーラーが出ないですからね、1回開いた後なんで、うん、強気の掴みだがここは掴みで反撃、復帰阻止を狙う動きから掴みジャンプで身を引いているが下強弱弱弱で怖い読み合いです。メラゾーマをここでなんとか吐かせることに成功。強気のつかみベクトル変更はしっかり反応したんですけどさすがに足りなかったですね。空中前対空通して空中に取られるピオニの状態はまずいんじゃないかと。そうピオニの状態で運ばれるとこの読み合いとかも安定するんですよね。めちゃめちゃ強い。拒否しきるのは難しい。クーベクーベからクーベダイブ素早く降りてなんとか事なきを得ました。怖いぞ中衛強からクーベから展開作ります。こちらもたすかしクーベお互いダイブの相手に対してのプレッシャーが凄まじいがバギーよりもにクーベでフリップギリギリ当たらず。ピオリム状態非常に怖いぞ。何か一撃当たってしまったというところメラゾーマをなんとかかわしていや少し掴みに弱で反応空中後ろ暴れたまったプレッシャーためばいダッシュ攻撃を通します。この復帰阻止展開まずいのではフリップキック奥側回避読み前の終了。これが勇者使い赤キクス完璧なプレッシャー管理でしたね。最後はフリップで上がってくるところをとがめられなかったので次に切り替えて、まあ、ターンは自分のものだと前出しですよね。前回比ってやっぱり、まあ、全体のフレームもそんなに長くないし基本的にはすぐにターンを切り返せるので、はい、まあ、狙いとしてはまあ全然間違ってないんですけど一点読みされるとまあ、おそらくその前のやり取りとして敷居はこうその場上がり等に対してこうフリップジャンプのキック派生を持続当て狙ったような格好だったんですけども惜しくも合わずとその後やばいと身を引いたその一瞬を理解してましたね。ああいうところでやっぱり一番自分が選びたいものが出ますよね防御タクとして。そうですね。